前回の続き。マイナス200万円に戻ってしまいましたね。マイナス120万までいったのにね。その時は10万人ぐらいいたのが8万9000人に、もっと下がっちゃって、今ね、ちょっとずつ人口が元に戻ってんので、人口が増えればこの赤字がまた解消されるんじゃないのかなというふうに見込んでおります。長いトンネルをくぐり抜けて V 字回復を狙っていますが、お金がないのでこういうところも直せません。お金がないんですけども、唯一の救いが、このね、住宅の需要がね、伸びてるんですね。人口が増えれば赤字も解消するんじゃないかなと思っているんですけどね。ああ、人口が減っちゃってんな。マイナス200万。マイナス4人。シチュエーション。
建物ができていく。住宅の需要、まだここにまだ建ってないね。運賃が高いってさ、運賃が高いってさ、運賃値上げ、これを取っちゃおう。スリーライセンス、税金、都市計画、
方はまだ空いてます。歩道をつけたいけどね、お金がないから歩道がつけられない。通過、この電車通過しちゃったね、今ここ。どうだったっけな、これ止まってもよかったかな。多分こっちの駅に行くやつは緑しかないから
止まった方がいいような気がするんだけどな。まあでもいいや。迷うけどね。つかめないしな。止めさせちゃおうか。真ん中に止めさせよう。こっちは脇に止まって、こっちは中に止まることによって、まあ渋滞をうまい具合に運行を分散させる。赤字が止まんないね。赤字まっしぐらだね。まいったな。どうにもならない。どうしようもない。どうしようもないな。どうしようもないな。もうゲームオーバーかな。諦めようかな。どうにも止まらないよ。どうにも止まらない。赤字がどうにも止まらない。240万。どうにも止まらないね。人口が10万人になれば税金がたくさん入ってくるような気がするような、しないような。人口増えろ、人口増えろ。人口増えろ。人口増えろ。
厳しいな。ニョキ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 。続いてはこっちの方をやるか。この一角全部やっちゃおうかな。ダメだ、汚染してる。赤字が膨らむな。
まあいいじゃないの、どうでも。256万。もうダメなのかな。どうしたらいいのかな。交通の経費なんだよね。あとは特殊建物の経費もね、費用もかかるんだよな。予算をちょっとずつケチろうか。これこれも 95% 全部 95%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  観光バスやってないよね。ちょっとこれでやってみるか。どういう影響になるのか。なんかいっぱい死んでるね。どういうことなんだろうね。燃料が足りないって言われてもね。
どうしたらいいのかがわからない。何なんだろうね、この霊柩車。これ105%にしようか。なんでこんな遠いとこから来るのかな。ちょっとあかん、わけわかんないな。なんなんだろうな、よくわかんないね。このままマイナス18,222っていう数字がこのままゼロに近づいていってもらいたいんだよな。何なんだよこれ。3万円だよな、マイナスの。人口だけは増えていってる。もうやめようかな、やめようかなってなっちゃうよね。
これどういうことなんだろうね。どういうことなんだろうな、これは。どういうことなんだろう。この青い車たちは何なんだろうね。なんかよくわかんないね。面白くないな。面白くないな。もうどうしたらいいのか分かんないね。150% にしようか。ランダムだけどさ、高級とかなんだろうね、これ。よくわからん。ランダムでいいや。
あ、ここ通り抜けんだ。反対からもこっちには行けたのにね。消えた。消えちゃったあー、参ったね。人口だけは増えてんだけど、死んでく人も多いよね。赤字が止まらない。やめ時がわかんねえんだよな。なんかもうやめちゃえばいいんだけどさ、なんかね、悔しいんだよね。 V 字回復したいんだけどさ、これ人口がね増えなかったらね、スパッとやめれるんだけど、人口が増えてるからさ、見込みあるんじゃねってなっちゃうんだよね。
いやー、200万人から、マイナス200万人から、マイナス266万まで、赤字が膨れてしまいましたね。いやー、どうしたもんかねー。どうしたもんかねー。とりあえず人口10万人を目指すということで今やろう。この辺の脂肪がちょっと減ったような気がするね。このドコモマークを消すってこともね、やりたいですね。思い切って、あれ、ここないんだね。ここないんだ。とりあえず今回はこの辺で終了かな。一回だけ新幹線交通整理もしつつ、増やしてみるか。
なんで1000人も待ってんのかね、これ。宇宙エレベーターだよ。100人とか待ってんだよ。ドクロマークまだあるね。ドクロマークが消えたら予算をまた調節しようかな。ちょっと時間が来ちゃったんで今回はここで終了だな。はあ、赤字。赤字の町。赤字の町です。じゃあ今回はここら辺で終了にしたいと思います。